すみません、レイちゃんも小学校に入ったんだよね、ごめんなさい、紹介するの忘れちゃって。ね、そうだ、今日からあ日曜学校で、あ先週から おはようございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。神様の家にいることは本当に素晴らしいです。今日からメッセージの新しいシリーズが始まりますけれども、それを考えて本当にワクワクしています。 このメッセージの準備はかなりの時間をかけて今やっているんですがこのメッセージを準備している時にもう心がこうワクワクしてきているんですね。 Uh, the 今朝は、このメッセージのシリーズの、まあ、序論、イントロダクションとなるところをお話ししましょう。そして、来週はイースターですので、イースターのメッセージをして、再来週から本格的に、このメッセージを始めたいと思います。鍵となる聖書の箇所を読んで、そして、お祈りします。Okay, say no. From then on, Jesus began to preach. repent of your sins and turn to God. For the kingdom of heaven is near. じゃあ日本語で読みたいと思います一緒に読みましょうはいこの時からイエスは宣教を開始して言われた悔い改めなさい天の御国が近づいたからアーメン s <S お祈りしましょう天のお父様この時をありがとうございます Lord, 天のみくにが近づいているということを今日私たちがもっと学ぶことができるので感謝しています。その ことがどういう意味を私たちにしているのかということを知ることができるので感謝しています。そのメッセージを聞く耳を与えてください。そしてそれを自分の人生に生かしていくという心を与えてください。<Jesus> イエス・キリストの名前によってお祈りします。Amen. Amen. So the title of this、um, series is called Kingdom Parables. このメッセージのシリーズは 御国の例え話というタイトルです。Through, uh, els, 新約聖書の方の福音書というところを読むと気づくかもしれませんが、イエス様の教え、説教に共通しているテーマというものは、天の御国が。 近づいていいてますという内容でしたイエス様はいつもですね、その例え話、まあ、例え話というのは、まあ、物語、ストーリーのようなものなんですが。 そのようなお話をイエス様がされれてこれからですねイエス様がその例え話を聖書の中でどのよう,に語ったどのようなタトゥイバナシオ、カタタカとゥイコトウ、ミテミマますけれども、それを通してイエス様が人々に伝えたニツタイタイトモットイラシャットノワ、テンノミクニワ、チカズイテイマスヨトゥイコトでした。 というのは、ミクニというミクニの例え話というものをお短いものですけれども、イエス様が語ることによって、それが実際にミクニというのはどういうものであるか、天のミクニってどういうことかということをイエス様は語りました。Ables, そしてそれぞれこれからさまざまな例え話を見ていきますけれども、それに入る前に、I think it's good to understand what we mean when we say the kingdom of heaven. えー、天の御国ということをこれから多く語りますかそれしたら天の御国ってどういう意味なのかということを最初に見ることが大切です。So、morning, もしかしたら皆さんも自分に、えー、こう問いかけているかもしれません。天の御国って何だろう天の御国って何でしょうか If we break down the word kingdom, we can better understand what God means, what Jesus means when he says the kingdom of heaven is near. イエス様が天の御国が近づいていますよ、ということの意味を知るためには、その御国。英語ではキングダムと言いますけれども、その言葉が何を意味しているか、それを分けて見てみると、よくわかるんですね。So、phrase, kingdom, parts, で、えー、英語ではですね、その御国というのをキングダムと言いますけれども、真ん中で分けてキングとダムとね、分けることができるんですね。So キングというのはですね治める人ですねそしてダムというのはドームと英語で発音しますがそれはドメイン支配統治という意味です the king, the それは王の支配下にある場所という意味ですねそれがミクです、so、それはですね王が 治めている地域という意味もありますし、そしてまたその王が治めている人々のことも意味をしています。 ですからこの三国、キングダムというのは王が絶対的な支配権を持ち、収めている場所と言えるでしょう。 ですからイエス様が天の御国,天の御国と語るときにどうか遥か彼方遠くにある場所ということを言っているのではありません that, that それはですね実は私たちが死んでから体験する場所のことをイエス様は言っていません a ですから私たちが聖書の中で天の御国っていうことを読むときに多くの人はあ 私たちが死んでから行こ、場所だと、思うこと、と、天の、私たちが死んでから行く場所だと、思うかもしれませんが、実は、イエス様はそういうふうに言ってないんですね。j e s u は told t に、天の、御国が、近づいています、よと、おっしゃったんです。そ、so、Jesus is talking about what it's like living under the rule of God. Now イエス様がおっしゃっているのは今現在私たちの人生の中で王である神様が治めているところで生きていくというのはどういう意味でしょうということイイエス様はおっしゃっていますイエスイエス イエス様を自分の王としてイエス様が治めてくださるお方として私たちが毎日の生活をしていったらその人生がどういうものになるかということをイエス様は語っています。 今、この場所でこの時にどのような人生になるかということ現在のことを、イいや、今、語っているんです。ね。You don't have to die to experience heaven.You とといいいうことは、は天を体験すするたために私たちは死ななくてもいいんですね。You can experience heaven here and now. 今、この時にこの場所で私たちは天を体験することができるんです。If you will make Jesus your absolute ruler and king. イエス様を自分の自分を治めてくださる主とを崇めて、そしてそれに従っていくならば、天の天を天というものを今この地上で現在体験することができます。 もちろんですね私たちが死んだ後、神様から新しいか体をいただいたら、その導見した点を体験して、その導見した点は現在、ここでは体験することはできませんが。 イエス様が死,死人をよみがえらせるというよみがえりです。By sin. というのは、この私たちが持っている肉体というのは罪によって腐敗されているからです。ですから、この滅びていく体というものは、神様の満ち満したものを全部体験、受けることができませんけれども。 でもそうであっても天の御国は近づいていますとイエス様はおっしゃっています。So、on, preach, God, この時からイエスは宣教を開始して言われた「悔い改めなさい天の御国が近づいたから」。です Jesus has given us the pathway to enter into his kingdom now。 私たちが天の御国に入る道を備えてくださいました。そして、そのためには、悔い。改めなさい。罪を悔い。改めなさい。To to そして、完全に神様に心を向けなさい。そうすれば今この天の御国に入ることができますよ。考えてみてください。 This is the wrong PowerPoint. eh, but, eh your ability to enter into the kingdom of heaven. Eh, when, when you die, eh, to enter in when you die. Eh, is dependent on you repenting of your sins to enter to God by faith Through Jesus Christ now. 今自分の罪を認めて罪を悔い改めて心をイエス様に向けることによって起きます。So 天の天国を天の御国を完全に満ち満ちたままで満ち満ちたものを体験するためにはですねそれは死後ですね天国に行くためにはという意味ですけれどもそ,れそのためには今 現在ですねイエス様を自分の主として自分の王として認めて心に受け入れてそして従っていかなければできないのです and if そして今イエス様は私の絶対的な王で,王でありますイエス様が絶対的に私を治めてくれる主でありますと心に受け入れることができないとしたらそれは Uh, イエス様が主じゃないから、私は我が道を行く、自分の道,めた道を自分で決めた我が道を行っていますよという意味なんですね。And, and 自分で自分の人生を収めていく自分が自分の支配者になりますと言っている意味です。皆さんこのことをご存知だったかどうかわかりませんけれども、<laughs> 実は、悪魔も同じことをしたんですね。悪魔は自分のやり方でやっていきたいと思ったので、天国から締め出されてしまいました。<laughs> 神様の権威を奪い取って自分の権威にしてそれを自分の権威にしてしまおうと。 をしたのが悪魔です、so、king, ですから私たちの人生の人生のそして心の王をイエス様にしないということは悪魔を自分の人生の王にしているということです of, というのは悪魔はですね我が道を行って自分の方法で生きていきますやっていきますという王だからです

And the Bible talks about the kingdom of darkness, where Satan is the ruler. And Satan has a certain amount of rule over this world. But we don't have to live in darkness. We have the opportunity to live in the light in the kingdom of heaven if we choose Jesus to be our king. しかし私たちの人生の王をイエス様とするならば、私たちは暗闇の王国で生きる必要がありません。ジョン三十六節は、神は世界を愛し、ひの子をので、誰もがことなく永遠のす。聖書のヨハネの福音書というところの三章の十六節はこう言っています。

そして、えー、旧約聖書のイザヤ書というところからイエス様はご自身のことを人々に読んで語りました temple,、like えー、この、えー、絵にあるように宮というところにたくさんの人がある日集まっていましたそしてイエス様はその時に、えー、旧約聖書の中からイザヤ書というところを開いて read,、えー、このように読みました神の ミタマガワタシノウエニアル。for He has anointed me to bring good news to the poor.He has sent me to proclaim the captives will be released.that the blind will see. そして目の見えない人々が見えるようになるためにそして抑圧されている人たちが自由になるように said, そしてその時が今やってきたんですとイエス様もおっしゃいましたそして神の恵みの時がやってきました。Uh, That's not right. Uh, just go ahead and go back to the, old, the other one that was there. The first, the first PowerPoint is okay. I'll just try to figure out. Jesus was speaking about our spiritual being as well as our physical being when he said that. Uh uh, Jesus came bringing. Good news to the poor, to the poor in spirit. He began to release those who had been captive, captive by sin. もたらすためにやってきました as、well、as そして実際に目の見えない方々が見えるようにと身体的な癒しのためにもやってきましたしまた霊的に盲目で見えない人たちが霊的に目が開かれて神様を見ることができるようにとその目的でもやってきましたそして彼は そして悪魔の力によって抑圧されて圧迫されている人たちが自由になるためにイエス様やってきました。ですからイエス様がいろいろな働きをなさいましたけれども、そのそれぞれのいろいろな働きの中で共通しているテーマがあったんですね。 その共通しているテーマというのは天の御国が近づいていますということです。The kingdom of heaven, the kingdom of light, and it's near. 天の御国が近づいています。天の光が来ています。そしてその天の御国というのは今、 私たちがが入るることとでできるんですよとイエス様っそしてそのことをですね、とても単純な例え話、ストーリーのようなものを通して、イエス様はあ教えをなさいました。So、ables, そしてですね、これからあーイエス様が語られた 例え話を見ていくときに、天の御国の偉大さというものに私たちが気づけばいいと思います。いいますそして この地上において、私たちがどのようにこの天の御国天国を体験することができるかということに、私たちが目が開かれば感謝します。でもその時に、そのミ国の王国の天の王国の国の王は、イエス様であるということを忘れないでください。そこは、この神の王国の王国の王は、イエス様であるということを忘れないでください。 人生においてイエス様が治めていらっしゃるその治めていらっしゃるもとで私たちが生きるということをこの「 例え話なしを見通して見ていきたいと思います。しすそして私たちの耳が開かれて聞く耳を持っていれば、イエス様が語られるあ例え話は決して難しいものではない、えー、単純なんですね、結構簡単なんですね。そしてまたそれと同時にですね、天あ永遠というものを を待ち望みなさいといととうこともイエス様はおっっしゃっていますイエス様が説教や教えを始める前にイエス様はバプテスマ洗礼を受けられてその後見たまに導かれてアラノに4十日

悪魔から誘惑をイエス様が受けて、その誘惑というのは自分で自分の道を決めて自分の方法でやっていくという誘惑でした。神様を第一にするのではなく、自分を一番にするという誘惑でした。でもその試みや誘惑をイエス様が終えられた後、 No、それが終わった後、身体的にもとても大変だったと思うんですね。40日間、何も飲み食いをしうなっんですね。Says, でも、その後から、so、read, on, その時から、Jesus began to preach. イエス様は説教を開始したと聖書は言っていますその時から。その時からイエス様のこの人間としての体を持った人間としての人生というのはその時からです、ね、イエス様は悔い改めの大切さを 説教したんです。心を尽くして神様に。ああ、神様の方に向きなさい。そして天の御国にやってきなさい。イエス様は天の御国がどういうものであるかということを伝えようとしていらっしゃいます。そして、この地上の生活において、どのように私たちがイエス様の天の御国を体験できるか。 とい皆さん、そのことを知りたいですか so, first,、uh, そして今、ですね最初の例え話を皆さんに紹介したいと思うんです、ね。みくにの価値というものを最初に見てみたいと思うんですね。ね人はイエス様に聞きました。 Yeah, this PowerPoint is so messed up. Sorry, I'm so sorry that the PowerPoint is messed up. I don't know. What um People would ask Jesus, what is the kingdom like? 人はイエス様にこう聞いたんですね、えー。天の御国ってどういうものでしょうかそう聞かれたときに、イエス様は御国を説明するために物語を語ったんですね。So、それが、uh, マタイによる福音書の13章。そして、私たちは、またによる福音書の13章。そして、私たちは、またによる福 a n の next week to f a m i l i a r の z e yourself with the story. Uh -huh. Matthew 13, 44 to 46 says, The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls.

節がありません。ごめんなさい、聖書から読みます。苦、え、を、ー、高,高価な真珠を一つ見つけた商人は、行って持っていたもの全てを売り払い、それを買います。So このことをちょっと考えてみましょう kind of このお話をイエス様がなさったときに私たちの頭の中にどのような絵を描いてほしいとイエス様は思ってらっしゃるのでしょうか天の御国は 畑に隠された宝のようなものです人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り持ち物を全部売り払ってその畑を買いますこの人はあこの畑で宝を見つけましたこの人はこの畑を見つけました 誰もそこにいないから誰もそれを見てないからその宝をどうしてうち、えー、にすぐに持ち帰れなかったのかなと思います。どうしてこの人は見つけてそれをもう一回隠したのかなって皆さん不思議に思ったことありませんか Why not just walk off with the treasure? No one's around? They're not gonna know. They didn't know it was there? 誰も見てない誰もそこに宝があるのを知らないからもうそれを見つけたらうちに持って帰ればいいのになって思いますよね。

この時代はですね、えー、銀行というものもありませんでした銀行にお金を貯める,貯金することがなかしるんですよ。その時代はですね銀行というものもありませんでした銀行にお金をためるとかしてるんですねとても大切なものを銀行にあずけるとかしなかったんですね。それ、so、ですから大切なものを銀行にあずけるとかしなかったんですね。それで大切なものを自分のお土地に隠したんです。They would hide it

In in house, you know? そして、まあ、日本、今でもですね、お年寄りは、銀行に預けるよりは、自分の家にこう隠しとくみたいな。そういうことをする人もいるかもしれません。Right、そしてですね、そのこの聖書の時代はですね。自分がある土地を持って所有しているならば、その土地にあるものは全部自分のものということができたんですね。So そして、えー、土地を買ったらそこからあ石油が出たとかね油田があったとかって言ったらもう本当にもう何,何億円ぐらいの価値があったんですね。あるんですよね。 は uh, の現代の目を通してこのお話を見たらどうでしょうかみな、えー、さん、uh, 家を買いたい。でも新築の家は無理だな。 だから、じゃ、まあ、中古の家を買おうかなって、こう、中古の物件を見るんですね。でも、中古の家を、こう、物件見たけど、でも、やっぱり、ちょっと、お金が足りないかな、無理かなって思ってしまった。でも、まあ、ちょっと、中古も無理かもしれないけど、まあ、見るだけ、見ようかな。であの、ある夫妻がですね、この家を売りに出してるんですって言って。Uh, My grandfather used to live and now he passed away, and we just don't want the house anymore, so we're going to sell it. 実はこの家, uh uh but we're not going to clean the house up. You have to just buy it as is with everything that's still in the house. We just want to sell it. でももう家の掃除もする暇がないしできないので家にあるものも家の状態そのままで買ってくださいという条件があるんですと言われるんですね。のの、so like、の家家方がいいいでですすよ家の中見見てくださいってこう見せるんですね and as you

10, yen bills. 万それをこうよく見たら1万円の札束がその布団の中から出てたでもえーと思ってそこをもっとよく見に行って,もっ行ってちょっと穴を広げて奥を見てみたらのその布団の中にいっぱい1万円札の札束が Well, if you just try to start stuffing them in your shirt, you're going to get caught for stealing, right? <laughs> so, what are you going to do? <laughs> Stick it back in, cover up the hole, run to the bank. <laughs> Run to their, your house, you try to sell everything that you have in your house just to get enough or your apartment I mean, not your house You try to sell everything of value that you have to try to get enough money to buy this house. So you run back home. And you try to sell everything you have. みんなすべて財のを売り払って。みんなすべて財産を売り払って。み、right ま、んなすべて財産を売り払って。みんなすべて財産を売り払って。みんなすしてお金を売り払って。みんなすべて財産を売り払って。みんなすべて財産を売り払って。みんなすべて財産を売り払って。

このようなことをイエス様は実は語っているんですね。天の御国というのはこのようなものですね。自分が持っているものを全部売り払ってでも、その売り払った売り払った金額に比べることができないくらい天の御国はとても価値のある素晴らしいものなんですね。それは ああ自分のものではない宝を見つけたようなものです天の御国というのは本当に偉大で素晴らしいものですから自分が持っているものをかき集めてもその価値は自分が持っているものの価値は天の御国の価値に比べることができない実際に私は私は The for というのは実は実イエス様が私たちに備えていいらっしゃる宝というものはははは受けるほどのののの価値とといいいううも私私たたちち持ってないんですね lives, to 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 中には罪があります。だから、どれだけ努力して良いものに良いことをしようと思っても、 でも、その努力で、人間の力で、天の御国に入ることはできないんですね。でも、天の御国にはどうやったらじゃあ入れるんでしょう自分の努力が必要になりそれは、そうである、そうである、そうである、である、イエス様る、そうである、そうでその時あるんです、そうである、そでる、そである、そうである、そうである、そであそうである、そうである、そう 天ののの国というももは本当に偉大なものでありますからそれはは私たちの想像をるかに超えていますとイエス様はおっしゃって、いますそして再来週からですね、天の御国はどうしてそれだけ価値があるものであるかということを皆さんにお話ししたいと思います。 えー、天のノ国に入るために自分の人生にあるものをすべて捨ててでもそう,いうそうする価値がありますよというお話です。皆さん、わかりますか、ね、この,メッセージのシリーズすごく。う天のて話です。私のています。<laughs> 私たちが何をあきらめたとしても、天の御国にはそれだけ価値があるものであり、私たちは何を捨ててでも、天の御国に入りたいと、思えるほど天の御国には素晴らしいものであります。Amen? Let's pray. お祈りします。天のお父のおありがとうございます。おいおいのおいのり あなたの御国は入るのに、とても価値のある素晴らしいものであります。そして、あなたの中にある宝を、私たちが見つけることができるように助けてください。 To the greatness you そしてあなたと共にいること、あなたのみ国にあなたといることは、何もなあなたのみ国において、あなたと一緒にいることは、いることと比べることができるものは何一つありません。Lord, 主をどうぞ私たちが理解できるように助けてくださ g i v e us understanding of the great treasure that sits before us. そして、えー、私たちの前に置かれている素晴らしい、えー、宝というものをそれが何であるかあ理解できるように分かるように助けてください。Lord, and and lives, そして私たちの人生において奇跡が素晴らしい働き技が起こりますように。そしてこの地上において 天の御国を体験できるように助けてください <Jesus'> イエス・キリストの名前によってお祈りします神様の祝福がありますように祈りが必要な方はぜひ前に来てください一緒にお祈りしましょうお祈りし next time.